様でーす。あれ、誰もいない。交換しないと。プロデューサーさん、大丈夫？寝ないで無理するから。昨日事務所に泊まりかもって言ってたもんね。え？そんなこと。こんな時まで、こんな時まで迷惑かけたとか、そんな風に言わないで。アマナのこと気遣ってくれるのは嬉しいよ。けど少しは自分のこと心配してよ。プロデューサーさんに何かあったら、アマナ。約束だよ。じゃあ、もう安心だね。そんなこと考える余裕もなかったかな。プロデューサーさんが倒れてるのを見て、アマナ必死だったから。どういたしまして。プロデューサーさんはいつもアマナのことを支えてくれてるから、たまにはアマナが支えてあげなくちゃだもん。